まあお母さんっていう人がいて、まあお母さんいたわけ、うん、でそのお母さんって人は、まあ幼少時ずっと吉野に住んでたんだけど、うん、まあ3人暮らしでね、まあ俺から言わすとばあちゃんとじいちゃんと、まあお母さん、これ3人暮らしで、でまあその豚小屋を経営してて、うん、豚小屋の掃除でなんかまあ生計立てたらしい。豚小屋掃除してて、なんだろう、なんていうのかな、あの頼みに行かれて、豚、吉野っていうのは豚小屋がたくさんあったわけ、うん、だから、あ、今日ちょっと豚小屋掃除してもらえますかと、注文がいちいち来て、あ、じゃあ豚小屋掃除しますよ、なんか豚掃除してて、まあ、生活してたんだけど、で、やっぱ楽しみが必要じゃん、家族の中には。で、小川さんとばあちゃんがめっちゃ猫が好きで、まあ猫飼ってたわけね。ただ一つ問題があったここに、じいちゃんがめっちゃ猫嫌いだったわけよ。でさ、あの猫ってクソするときに、あのニヤとかにさ、クソして隠すじゃん、土で。で、それを見たじいちゃんが腹かって、そのニヤ、豚小屋、まさにその豚小屋には似合かったんだけど、そのニヤを全部コンクリートで埋めたわけ。で、コンクリートで埋められたらもううんこできなくなるじゃん、猫で。困った猫を見たばあちゃんが、これどうしますかと、でさ、とりあえずサンキュー言って猫のトイレを買おうじゃないかって話になって、まあなんだ、トイレ買ったわけ、猫用の2万ぐらいでね、まあ結構高かったんだけど、まあこれやっぱ豚小屋代で稼いで、そう、まあ全ては豚小屋代のおかげで、なんとかトイレ用意して、まあできるようになったわけよ、ちゃんとうんこね、家の中で。でやっぱそれもじいちゃん猫嫌いだから、キレてキャットーって言って、めっちゃキャットキャットキャットーみたいな感じ、めっちゃキレて、もう半端じゃない、ほんでも一気に豚小屋に捨てたわけよ、その猫のトイレを。豚小屋と一緒に、安全にね、豚の死骸とかがあるところで、豚の死骸とトイレを一緒に捨てた。そしたらもうさ、猫完全にトイ、あの土はコンクリートで埋められ、トイレは豚小屋に捨てられ、完全にもうクソできなくなったわけじゃん、うん、で困り果てた猫は当然、まあ、便秘になるわな、で便秘になったわけだ、うん、腹も痛いし毎日困ってて、で、まあ、一番なんだろう、俺のお母さんが猫かわいがってたから、とりあえず甘えに行ったわけね、ニャ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 って。で、ある真夜中、夜中3時ぐらいだったかな、あの俺のお母さん結構猫の肛門が好きで、だからまあ猫タマちゃんって名前だったんだけど、タマちゃん肛門が綺麗だね、肛門最高、肛門いつベストみたいな感じでずっと肛門いつってたんだけど、1時間ぐらいで肛門ずっといじってたんだけど、なんか猫が突然イエーっていう鈍い音を立てたわけで、イエーっていうニャ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 って言ってた猫がだよ、いきなり。で、これ何だ、何事だと思って、肛門見たわけよ、ふたボトンってなんか個体が落ちてきてさ、肛門からだよ。で、まだその時真っ暗だったから状況が読めないわけよ。で、慌ててキャーッつってその個体を投げ捨てたわけね。で、この事態は何ぞやと、とりあえず明かりをつけてみようじゃないかと、明かりつけたわけよ。で、横に行ってたじいちゃんの顔にそのうんこがかかってたっていうね。だから、もう猫の恨みは怖いですよと、以上。